AFP イコール時事、イングランドプレミアリーグ、マンチェスターシティ、マンチェスターシティのセルヒオ・アグエロ、セルジオ・アグエロは16日、アルゼンチン代表戦の最中にめまいに襲われたものの、18日に行われる敵地でのレスターシティ、戦に向けて体調が整ったと明かした。特集、写真で振り返るサッカー選手のビフォーアフター・アグエロは14日、アルゼンチンが24でナイジェリアに敗れたロシアクラスノダルでの親善試合のハーフタイムに途中交代となった。シティは、アグエロがただめまいを起こしただけで、卒倒したとの当初の報道を否定。イギリス・マンチェスターでの検査を終えたアグエロは、プレーする準備はできているとしている。アグエロはツイッターに、警戒して行われたすべての検査結果は良好。土曜、18日の試合出場に準備は整った。行くぞシティ、と投稿している。アグエロは今季リーグ戦12試合に出場して10得点を挙げており、エリック・ブルック、ビッグブルック氏の樹立した177得点のクラブ歴代最多得点記録を塗り替えている。翻訳編集、AFP BB ニュース。